はい、福井県藤島川川の皆さん、こんにちは。サワヤンゲームズプタシャーイだ。はい、ということで、ちょっと本日ね、レースに入る前に先日お伝えしておりました、サワヤンでバズり企画、TikTok にね、上げてくださった、数々の動画、その中で、いいね数が多かったもの、はい、で、ちょっと僕の方のミスで、ハッシュタグをね、設定し忘れてたというか、皆さんにこのハッシュタグで投稿してねっていうのをね、ちゃんとね、お伝えしそびれてた部分もあって、今回は、ハッシュタグ、とうのもこが一つで、ハッシュタグ、さわやんでバズれが一つで、もう一つ、ハッシュタグ、ひらがなで、さわやんでバズれ、この3つのハッシュタグで、上位3つ、だった、いいね数の数が上位3つだったものを、ご紹介発表させていただきます。まず、ハッシュタグ遠野もこ、第1位、アットマークほたまるさん、はい、いいねの数が 82.3K 凄まじい。はい、で動画の内容が、キラーがね暴走した動画になります。はい、あれはもうめちゃくちゃだったね。うん、いやおめでとうございます。ありがとうございます。第2位、オールマイト、かっこ公式さん、はい、いいねの数 57.5K、 はい、動画の内容が、サワヤンの、ZIP の、街頭インタビュー、なぜこれが伸びたのかさっぱりわかりません。はい、ありがとうございます。はい、大したインタビューじゃない、サンボマスターが好きですみたいなのしか言ってない。はい、次、第3位、KO2N、アンダーバー ZZZ さん、53.8K、ゴルフィングオーバーイットの、サワヤンの特大落下ですね。はい、これも凄まじかったです。ありがとうございます。はい、続きまして、ハッシュタグカタカナで、サワヤンでバズれ、トップ3発表していきたいと思います。まず第1位、ネコッコさん、46.2K、 はい、ショボンのアクションで、最後のゴールポールを抜かれる瞬間、はい、ありがとうございます。次まして第2位、サワヤン、スラッシュ、ラブさん、はい、39.8K、トレインさんが、ダイソーしてくれた、マリカの確定演出、はい、他人の技術でこんだけいいねを稼いでもいいのかというね、若干ね、なんか歯がゆさが残りますけども、はい、ありがとうございます。はい、そして第3位 T.K. さん、30.5K、 こちらもゴルフィングオーバーイットの特大落下になります。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、ハッシュタグひらがなでサワヤンでバズれ、第1位が、ダイパンマスターさん、はい、アットマークダイパンマスターさん 57.6K、 動画の内容は、隣人が襲ってくる、はい、そういう動画になっております。はい、襲ってくるって言っちゃいけない、隣人に、サワヤンが注意をされるという動画内容になっております。はい、大変失礼いたしました。第2位、アットマークデメキンさん、34.7K、サワヤンの、サワヤンチャンネルのメインチャンネルの意味不明な、質問を受けた時のサワヤンの対応の動画になっております。こちらが 34.7K。そして第3位、トカチョフデスター、はい、普通に本名ぶち込んできてデスターをつけるというね、斬新な名前でございます。はい、11.2K、こちらの動画ちょっと前にマリカーでやった、停止して、完全にレース無視してぶち切るという動画になっております。以上になります。こちら今回ね、全部で9個の動画ご紹介させていただきました。日曜日にまた新しいね企画やるんで、こうご期待ください。それではね、レースに移っていきたいと思います。しゃはい、ということで第1レースは、ピーチサーキット、ソーワー。ということで、ここでね、走って頑張っていきたいと思います。集中、よし、さあ、カカーさあ、どうぞ。昨日はね、ちょっと散々あった結果にあったんですけども、今日はね、総力で前張りゴリンゴリン、ゴリンゴリンにして、ゴリンゴリン前張りして、1位をかっさらってきて、1位をかっさらっていきたいと思います。はい、しっかりとね、落ち着いていく、はい、緑スナイプ当たれ、当たってないけど、まあとにかくメダルを回収して、はい、しっかりメダルを回収していくと。はい、でこっち出るっしょ、出たね、1個間に合った、1個辛うじてメダル間に合いました。でここでも2個取って、でここのダブルアイテム取れないんだよね。そうなんですよ皆さん、あそこは、取れないんですよ、ダブルアイテム。うん。何をどうあがいても、ダブルアイテムは絶対に取れません。はい、ということで、メダル10枚、悪くない。うん。危ねえな。しょうもねえことするな、マジで。さあ、これ、しっかりインさして、で、ここで、ちょっとブレイキングダイナソーしながら、
ここでショーツカッツで前に浮上だ。あ、こいつマジやべえ。で、ここで1個使って、はい、オッケーオッケー、素晴らしい素晴らしい立ち回り。危ない、逃げる、よしよし、オッケーオッケー、危ねえ危ねえ危ねえ。あ、ここちょっと申し訳ないことするわ。はい、さよなら。あれ絶対食らうから、あれトレインさんも言ってたもん、あれ避けれないって。マジうまい、緑スナイプ今のはうますぎる。ただ俺にはキノコがある。危ない危ない危ない。さあ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 、オッケーオッケー、あそこか。さあここでショーツカッツかましながらメダル8枚。さあここで集中していきたい。ここで被弾だけ下げて、ここでキノコ使いながら前上がる。さあこのバナーマジ避ける、マジバナー危ないからダブル取って、オッケー。さあキノコと緑、さあ緑防御携えてこの感じでオッケー、よしよしよし、くらえ、危な、ダブル取って、あー惜しい、よしキノコ3つまだいけ、あーその雷はどうしようもないって。ただ3位か、あーあーがーもうだから、せっかく素晴らしい走りし、なんで最後そんな抜かれんだよ、普通の速さで続いたらメダル1枚しかねえし、くそマジ、いやー悔しい。次、おーい、ということで、アイレースはエレクトロドリームの 200cc ですね。はい、200cc 頑張っていきたいと思います。あーもうやだ200、カーカースタートだった。ここはね、かろうじてね、あんま落ちるとこ少ないんで、まだあの唯一は少ない、絶対アイテム取れないから、うん、こんなの分かりきった話で、まあ、とにかくここで被弾したくないんだよね、極力。さあみんなこっち行くか、これダブル取れるべ、多分取れた、素晴らしい。さあキノコで1個ちょっと、もう落ちるとこあったらすぐ落ちるのやめろマジで。あー、オッケー、シングル取って、メダルが全くないんだけど、まあ 200cc そこまで正直、メダルは関係ないということで、ここで一気に9位と、はいはいはい、オッケーオッケー、アイテムどれ、クソしずえがマジで。さあここで8位だけど1位がだいぶ離れてるから、ここは多分よし、オッケーオッケー、ほらスター出ると思ったんだよね。ここでドリフトかまして、バナナよダブル効果、オッケー、素晴らしい今のは、今の立ち回り素晴らしい。あ、強い、よし上がれ上がれ上がるぞ上がるぞ上がるぞ、こっから上がる、こっから上がる、こっから上がる、いけ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 、キノコどん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 使って、どんどん使って、どんどん使って、オッケーオッケーオッケー、展開オッケー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 、パンパンパン、はいダブル交換、はいはいパン、はいアンドパン、はいアンドパン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 、もったいねえことした最後、よい、悪くない、足じゃん、えパン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 っつってね、うん、バチコリ系1位で、あ全員に勝っちゃう、デスターたちにシャー完璧。第3レースはトゥルトゥルトゥイスターですね。はい、集中していきたいと思います。よっしゃー行くぜ、さあさあカーカースタート。さあ完璧なスターが決まったところで、ゴリラにいじられながらも、はい、防御を引いていくと、さあこっからなんだよね、こっからとにかく最初被弾 しないで、安定的にいけば、はい、いや俺は絶対行かない、俺は行かないよ、お前ら行ってきていいかな、俺はここでダブル取って堅実に行くから、はい、おっキノコはやばいって、いや究極のインザシなんだけど今。さあメダル取って、え2位じゃん、熱い熱い熱い、 OK、 こっからこっち行きたい、 OKOKOK、 自然、さあ自然とワンツートップ、私が手に立つと、俺でここで俺はショートカットチャレンジする、これが攻める男の立ち回り、ああうまっ、なんであいつ当たんないんだよ、なんで俺だけなんだよ、危ねえ、アクセル踏み忘れた、さあ反射反射緑、オッケー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 、テルサ強い強い、これはここの中盤戦を、全く誰にも被弾せずに
いけるのはだいぶかなり熱い。で、これダブル多分取れる。オッケー、俺が取って、多分後ろのやつビビってる。え、マジみたいになってると思う。はい、引いて、さあ、こっから。さあ、まだいい感じの順位にいるから。あー、シングルになっちゃったよ。危ない、引くなよ。元が合唱、お前なんでそこにいんの？さっき前にいなかった。あ、じゃあ私が手に立つか。俺ここでショートカット行くから。お前とこっつんこしたせいで落ちた今。結局11位かよ。もう相手取ってキノコ3つじゃ上がれないって。上がれないよこんなアイテムじゃ。前にメダルも4枚しかないし。さあこのダブル絶対オッケー。何が出る？さあ雷来い。雷が来ればまだかろうじてチャンスある。さあダブル取れる。オッケー。キラー来る可能性ある。あ、キラー、あ、もう なんだよそのドンドンドンは。もうしょうもないな。よいしょ、かろうじてかろうじてかろうじてじゃねえ。かろうじてかろうじてうるせえんだよお前は。8位だよ雑魚が。はい、ということで最終レースはクッパーキャッスル、150cc、 頑張っていきたいと思う。1位取りたい。股関節が痛い。3、ここかスタート。しゃあさあ最終避難しなければ全然勝てる。オッケー。キノコはやばいんだよね。キノコはやばいんだよね。もう自信がなくて声ちっちゃくなっちゃうんだよな、これ。さあただ俺はここで、ここだ。で、ここもかいくぐってシングルでいい。よし、防御くれ。素晴らしい。オッケー。でこっち行く。で多分ここでクッパにぶん殴られるから、まあダッシュ版乗れなかったけど避けれた。うん、これは成長だ。メダル取って、ダブル多分取れる。オッケー、素晴らしい。危ない危ない、下がんなよお前。さあオッケー、防御つけて前に3人いる。しっかりインコース丁寧に走る。でこれで上がっていくと。危ない、マジでやめて。でここで1個交換で防御。さあ食らって3位。こんな順調な走りしてるサワヤン見たことありますか今まで。でこっち行ってこっち行って、こ、あーやべ、あーやばい。キノコが来ちゃうとどうしてもプランが崩れてくるんだよね。あぶな。あー、だからジェロマおじさんやめてよ。もうたまにはいい走りさして。やってらんね。ゴミゴミだわ。どうやって勝つんだよこっから。雷来い、雷来て。しかも裏、ま、なんで間すり抜けんだよアイテム取れ、クソゴミが。なんで12位で赤コーラ持ってんだよ。役立たせ元話を。意味が分かんない。意味が分かりません。裏キラーって一番ゴミな展開やってらんねえ、マジで。お前絶対勝つから、お前マジでマジでキモい、マジでキモい。あーやばい、あーずつ、あーずつ、あーずつ、ずつずつずつ、あーき、あーやばい、あーきつい、うーきつい、うーあーいーきつい、うー。はーい、てことでちょっとよくわからないなんかね、回線が非常に悪いでございます。はい、悪いでございます。はい、マリオカート、はい、今後も続けてられるのがこのまま。うん、なんかね、最近運が悪いです。はい、でも運がどっかで悪いってことはどっかで運が良くなるということなので、はい、人生楽しんでいきたいと思います。ということで本日もデスターを引いていきたいと思います。本日はデスターどん、はい、来ました、165番。はい、165番のデスターは、はい、いただきました、165番。
五条中学校、帰宅部、はい、ありがとうございます。五条中学校帰宅部の皆さん、応募ありがとうございます。ということでね、帰宅部のみんな、たっぷりとマリオカートやって、バチコにしばき合っていきましょう。ということで次回もね、動画を楽しみください。10時からね、世界の遊び大事やるんで、広告来てください。もうちょっとしたらね、新しいゲームやるんで、もうしばらくお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったね、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。としゃあ